はい、今回はですね、今回は入る前にですね、明日からいよいよ新商品リリースしてきますんで、よろしくお願いします。大丈夫ですか？明日の18時ぐらいですかね。はい、明日の18時ぐらいから。てか18時なんですけど、まあメルマガセットしますんで。で、今回はまあレターにもちょっと書いたんですけど、まあ月収700万稼ぐキメラゴンくんは出てこないですけど、まあ月収700万稼ぐ方法とかにしておきましょうか。まあ僕のね、今コンサル受けてる子がね、先月700万ぐらい上げてですね。で、その前が400万ぐらいだったかな。はい、まあその話をちょっとしようかなと。まあレターにもちょっと書きましたよ。うん、報告もらってるやつ、ちょっとスクショ入れたりとかね、してるので。まあ明日ね、裏メルマガで登録してる方は、そちら見れますので。はい、で、まあ、なんか、情報ビジネス、コンテンツビジネス、情報商材は終わったみたいなね、もう10年前に一回言われたことがありまして、それ言われた十何年前か。なんかその PPC 広告が、そのイケイケのレターが PPC 広告が通らなくなって、まあ、今まで稼げてた人が、まあ広告審査通らなくなったから、もう終わった、稼げなくなったみたいなね、言われた時期があるんですよ。十何年前ですね。もう十何年前。いまだに僕もね、まあ今は名前が変わってね、あのコンテンツビジネスみたいな形になってますけども、まあ正直今でも稼げますよね。うん、だって直近の先月の事例ですからね。しかもそのコンサル生って、まあ僕ネットビジネス、まあね、情報ビジネス、ね、情報商材、コンテンツビジネス、まあ18年やってますけど、そのコンサル生18年やってないですからね。2年半ぐらいかな。で、2年半なんだけど、1年半ノウハウコレクターみたいな。1年半、まあぐるぐるいろいろ回ってノウハウコレクターでした。稼げなかったと。だから、まあ、その軌道に乗って稼げ、なんだろうな。その、一点集中にこうしたのが、1年ぐらい。うん。だこの1年ぐらいですよ。で、今、先月700万まで到達してるんですけど。だからまあ、いや、吉谷さん、やっぱ100億ぐらい稼げないと、稼げるって入らないですよっていう方はちょっとスルーしていただいていいんですけど、まあ700ぐらい上がれば十分じゃないですか。どうすかね。700ぐらいあればもう、そんなに風俗行きたいですか？毎日。そんなにキャバクラ毎日行ってドンペリ開けたいですか？まあそういう人あんまいないと思うんで大丈夫だと思うんですけど、まあ700万ぐらいあればまあ上等じゃないですか。で、まあ単純にね、700って言うとビビるかもしれないですけど、もう簡単に700の内訳を言うと、ね、彼は確かね、35ぐらいのバックエンドは持ってるんですよ。ね。で、35ぐらいだから、20人ぐらいか。10人で350万でしょ？だから20人か。35×20 でどうですか？ 20 人ですよ。まあちょっと10本の指に入らないですけど。もう一度言います。35万ぐらいの単価を20人に売ったらいくらですかって話です。どうですか？まあざっくり言うとそんな感じです。でも20人じゃなくて多分ね、ダウンセルとかも入ってるので、まあ多分15、6かな？多分。15、6でダウンセルとかもいろいろ含めてだと思うんで。まあでもその一つの商品で単価35ぐらいだったら20人ぐらいで700いくよって話です。なんで、まあまあドリアカでもこれ教えてますけども、稼ぐ、まあ100をね、超えていきたいんであるならば、やっぱバックエンドを持つべきなんですよね。てかバックエンドないと結構きついです。うん。例えば、まあね、この3年、4年前ぐらいから、4年ぐらいかな、オンラインサロンっていうのが流行ってね、みんなオンラインサロンみたいなのやり始めたんですよ。で昔からサブスクみたいなのあったんですけどね、それが名前がまた変わってね、昔は情報商材だったのが今コンテンツビジネスみたいな名前変わったりとか、あと昔から継続課金なんかあったんだけども、それオンラインサロンみたいな綺麗な名前になって。で、その有名な人がオンラインサロンを始めてね、有名な人がね、オンラインサロンの月額単価は1000円ぐらいでやってたりとかするじゃないですか。1000円とか1000円以下ですよね。で、これね、申し訳ないですけど、一般の人がそれをやったら無理ですよ。だって1000円で100万行こうとするならば、1000人ぐらいかな？ 1000 人ぐらい売らないとダメなんで、1000円を1000人に売ったら100万ですよね、多分。
どうすか ?1000 人に売れます？結構難しいっすよ。だからその、YouTuber というか、ある一定のね、まあ YouTube のチャンネル登録もまあまあね、10万人を超えてるぐらいで、常時平均再生数がまあ3万、4万ぐらいないと、多分1000人売るっていうのは難しいと思いますよ。で、僕の塾とか教えてるのは別にその、そういう感じじゃないので、だからさっきみたいにちゃんとフロントエンドだったりバックエンドをしっかり作って、少ない人数に対してしっかり売って売り上げ上げるみたいなことを教えてるので、なんかその、なんだろうな、その、オンラインサロン1000円とか、1000円以下でね、100万以上を目指していくっていうのは、僕じゃないですね。もっと有名な人に習ってください。有名な人に習っていただいて、有名になるってことです。申し訳ありませんね。有名な人に習って、有名な人になるっていう、もうこれだけです。で、僕は、思うんですけど、別に有名目指すのはいいんですよ。だけど、さすがにやっぱ有名になれる人ってあんま一部だと思うんですよ。やっぱチャンネル登録10万人とか100万人を超えていくっていうのは結構難しいっすよ。簡単ではないと思いますよ。ただ、バックエンドを作って20人に商品を売る方が簡単だと僕は思います。YouTube のチャンネル登録10万人とか100万人目指すのは悪いことじゃないと思うんですけど、その難しさ、に比べるとバックエンドの商品の作り方を勉強してしっかりセールスの勉強してでしっかりこう売れる仕組みを作るっていう方が僕はあと20人ぐらいに売ればいいだけですから、そっちの方が僕は難しくないと思いますね。てか再現性がそっちの方があると思うんで、だからそれを教えてます。なんだけども、まあ今回ね、新商品がその人生を変える環境の作り方っていう話なんだけども、そのね、あのコンサル生も実際になんでそれぐらいの売り上げが上がったのかっていうと、テクニカル的な部分を言うと、今までバックエンドがなかった。だから僕のコンサル入るまでに塾なかったんですよ。バックエンドなかったんですよ。で、コンサル入ってからバックエンド作ったんですよ。塾をね。で、その塾を売るためのシナリオ、ステップメール、あとセールスレターの添削とか、まあ細かいこと、そのリテイリングですよね。まあ裏でやってましたけど、それがまあテクニカル的な部分ですよ。なんだけど、もっと大事なところが、環境なんですよ。環境です。で、そのコンサル生も言ってますけど、常にそのベッドしてやる環境にも身を置いた。だから僕のコンサル安くないですよ。僕のコンサル安くないですよ。で、そこにベッドしてね。ね。で、やる環境に身を置くっていう。確かに今っていうのは、無料で何でも情報が取れたりとか、まあ環境も整ってます。だって、これスマホで撮ってますけど、ね。スマホ持ってません？昔スマホなかったんですよ。で、昔 YouTube なかったんですよ。昔 Facebook もインスタもなかったですよ。僕が18年前ネット入った時。だからミクシーぐらいか。ミクシーありましたね。まあミクシーで稼ぐ方法っていうのがね、売れてましたけど。ミクシーはあったな。ミクシーブレイクしてましたね、大昔。でも YouTube もないし、インスタも Facebook もないしっていう話で。だから今はね、無料でいろんなものも使えるし、まあデバイスも持ってるだろうし、まあそういう状況はあるんだけども、でも稼げてますかっていう話です。僕は嬉しい、ラッキーだなと思うのが、その時代背景見れてるので、昔なかったものが今あるんですよ。申しますね。18年前なかったものが今あるんですよ。で、ぶっちゃけ、まあね、今回人生を変える環境の作り方みたいな新商品なんですけども、まあ、ぶっちゃけいい環境なんですよ。いい環境なんだけど、そのいい環境でもなんでできないんですかっていう話で、なんで稼げてないんですかっていう話で、そのいい環境がある、目の前にいい環境はあるんだけど、18年前に比べるとめちゃめちゃいい環境はあるんだけども、なぜできないのか。それは、やる環境ですよね。これはいい環境です。デバイスもあります。パソコンもめちゃめちゃ進化してるし、スマホも進化してるし、無料の SNS もすごいいっぱい出てきてるし。なんかね、ツイッターを越すぞみたいな、スレッツみたいなのも出てきましたしね。まあ、スレッツどうなの？僕やってないですけど。まあ、これからもちょいちょい出てくるでしょうね。新しい SNS っていうのは。無料でできますよ。だから、いい環境あるんだけど、やる環境を作れてますかっていう話です。申し訳ありませんね。いい環境はありますよと。だけど、やる環境を作れてますかと。作れてないんですよ。作れてない、多くの人は。で、なおかつそのやる環境を作っていくっていう意識が
まあないっすよね。あんまり。なぜならば、なんか、環境よりノウハウで、だからですね。環境より稼ぐノウハウみたいな。いや、ノウハウ大事ですよ。でも、じゃあノウハウ手に入れたとするじゃないですか。っていうか、まあ、ぶっちゃけというか、もうはっきり言いますけど、あのね、昔ね、情報商材で3万とか4万で買わないと手に入れられなかった情報、今無料でいくらでも落ちてますよ。すいません。しかも分かりやすくテロップ入ってたりとかね。今すごいですよね。頑張って編集してくれてる人はちゃんとなんかテロップ入れたりとかなんか分かりやすく説明してくれてるじゃないですか。あと、スライドで動画で作ってくれたりとかね。それ無料で見れるんですよ。いや、昔ないっすから。ないないない。ないっすよ。そう、ないっすね。昔なかった。昔はね、PDF300 ページとかね、PDF500 ページとかが主流でしたから。大変ですよ。大変。読むのも。だからね、やる環境をやっぱ作っていかないと、まあ難しいかなと思います。やっぱ結果が出てる人は、やっぱね、そのやる環境にやっぱ身を置いてますよね。もしくはまあ、やる環境をしっかり作ってるってことですよね。でもうまくいか、まあ、これセールスレターでも書いたんですけども、なんだ。うまくいかない人はノウハウにこだわるし、で、うまくいってる人は環境にこだわるし、もちろんですね。結果が出ない人は、うまくいかない人はノウハウにこだわるし、ね。儲かるノウハウにこだわって、お得な情報にこだわって、いろんな登録してるだろうしね。そう。だけど、稼げてる人は環境にこだわってます。だからその、なんだろうな。これね、昔いたんですけども、まあ今もうね、やめたみたいですけど、まあ YouTube のチャンネル登録500個してるみたいですね。500個も登録してるんですかみたいな。それね、自分でその稼げない状況を作ってるわって話ですよね。だから500個も見てたらね、まあ500個見るってことはないとは思いますけど、登録したってことはそのポップにいろいろ飛んできたりとかするわけじゃないですか。だから情報を拡散、もうバン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 いろいろ言っちゃってよくわかんなくなりますよね。限られた時間。そもそも500個は見ないかもしれないけど、限られた24時間しかないのに、そんなにあっちもこっちもどっちもこっちもさっちもできるわけないじゃないですか。で、その700万稼いだコンサル生も、その YouTube のチャンネル登録も一切してないんですよ。もうだからもう全部、なんだ、もう研ぎ澄ましてます。で、僕もそうです。僕も YouTube のチャンネル登録してないです。で、一個だけしてるのが BGM チャンネルってやつですね。リサーチはしますよ。リサーチはするけど別にチャンネル登録しなくていいんで。だってリサーチするだけですから。まあ、その人一人をリサーチするんだったら、まあ、登録してもいいかもしれないですけどね。で、僕の場合はそういうのはないので、別にその、なんだろうな。なんだ、YouTube のチャンネル登録の仕組み上、チャンネル登録すると、その動画がポップだったり出てくるじゃないですか。あと、メルマガとか LINE アットも登録すると、まあ、ポップを非表示にしとけばいいですけど、こう、来るじゃないですか。でも、登録しなければ来ないんですよね。だから、自分が学ぼうとした時に、必要だなと思った時に必要な分だけ取るって感じですね。でも、多くの人は、なんすかね、なんかその、目の前にめっちゃなんか、あ、そうそう、食べ放題ですよ。食べ放題です。で、食べ放題で、食べれないんだけど、食べ放題だから、もったいないっつってね。もうめちゃめちゃなんか目の前に料理ブワーあるみたいな。いや、食えるみたいな。お相撲さんですかって。いや、食べ放題でもいっぱい食べないともったいないから。いや、わかるけど、いや、食えんでしょと。たまにありません？そういう人。そういう人いますよね。まあ、ガキの頃とかね。もうとりあえずいっぱい持ってくるみたいなね。まあ、今食べ放題なんか行かないですけど、年取ってね。どうすか食べ放題行きます？年取ってね、食べ放題の価値がなくなりましたね。もう食べ放題のフレーム全く入ってこないですね。昔小学ガキの頃はね、食べ放題。うわーって思ってましたけど、まあ、食べ放題だみたいなね。もう今ね、食べ放題っていうフレームは1ミリも僕に響かないですね。だって食えねえもん。そんな食えねえって。いや、これ面白いですね。昔は食べ放題の価値をすごく感じてたけど、今は食べ放題の価値を全く受け取れないっていうね。まあだからまあ、
うまくいかない人って結構その食えない量をね、いっぱいぶわーってね、自分でなんか破滅させてるというか、これレターにも書きましたけど、本当に一点集中なんですよ。一点です。一点しかないです。一点しか。だから700万稼ぎたいんだったら僕はもうコンテンツビジネスに一択にするべきだと思います。なぜならば利益率高いんで。で、そのダウンロード販売みたいなこともできるし、その腐らんし、ね、在庫を持つみたいなのもないし、普通だったらね、これ、今マイク使ってますけども、このね、無線マイクを売るっていうモデルだったら、これを作らない、100人に売る、ね、いつも言ってますけどね、これ、こういう物販をするってなった場合は、これをね、100個作らないといけないんですよ、100人に売るってなった場合。じゃあ利益率どれぐらいですかって話ですよ。利益率 20%、30%、もしくは 10% とかね、15% とか、まあ、もう、ビジネスによっては 5% とかね、利益率 5% とかもありますよ、多分。ね、多分これ利益率何もなんだろうな。まあ、製造コストとか流通コストがいっぱいかかるじゃないですか。ね。人件費とかね、これ作るのに。でもコンテンツビジネスってほぼ利益なんですよ。こんな利益出るビジネスないですからね。だから少人数に売って、売り上げも立つし、売り上げ立つし、なおかつ利益も残るんで。だから僕はもう本当にコンテンツビジネスやった方がいいと思います。絶対に。絶対です。で、僕もずっとやってきますけどね、コンテンツビジネスを。だって、普通に儲かるんで。儲かるというか、その利益率が高いので。だからラーメン屋行ったりとかするといつも思いますよ。ラーメン一杯売って、これ、いくら残んだろうみたいなね。大変だなと思いますよ。で、この物販とかもね、大変だなと。利益率 100% とかありえないじゃないですか。コンテンツビジネスは利益率も 100% と言っても過言ではないぐらいに残るので、めちゃめちゃすごいですよ。まあ、コンテンツビジネスは絶対マスターした方がいいですし、今からやっても大丈夫かなっていう人に言いたいですけども、もうね、この1年ぐらいですよ。で、最初ね、何の武器もないんですよ。初心者ですよ。すいません、僕は一応本も、怪しい本ですけど、情報商材完全バイブルみたいな本も出してるし、18年やってるんで、まあ、それは相当の、まあ、ある一定の武器はあるじゃないですか。そのコンサル生ね、ないですよ、何も。何もないですよ。最初。だからね、そっからスタートしても、ぶっちゃけ言うと、今僕より売り上げ上がってますからね、彼の方が。まあ、セールスレターに僕の売り上げのやつも一応今回入れましたんで、そのコンサル生も入れたんで、僕も入れましたんで、お前いくら稼いでんねんと。お前いくらどれぐらい売り上げ上げてんねんっていうところも入れましたんで、レターに。で、そのレター見てもらえばわかると思いますけど、今コンサル生の方が売り上げ上がってます。だから結構ね、僕のコンサル生とか塾生さん、僕より普通に売り上げ上げてる人結構多くなってきましたね。別にそれはそれでいいと思うんで。まあ僕は抑えて、もう抑えてる部分ありますからね。そう、売り上げはね。上を目指さず、下を目指さず、もう自由に生きていくための経費を稼ぐっていうね。自由に生きていくための経費を稼ぐっていう。もう経費を稼ぐためにやってます。そう。自由を生き続けるための経費ですね。必要経費あるじゃないですか。必要経費なんで必要なだけ稼ぐっていう。だから必要な分だけ、取りに行くって話ですね。だから、なんだろうな。今回のこの新商品のキャンペーンとか、まあ、すでに昔から知ってる人だったらね、ご存知かもしれないですけど、もうめちゃくちゃ安くやってんすよ。多分ね、情報商材やってる人でこんなことやってる人いないと思いますよ。もう、まあ、お金になんのかみたいな話ですよ。めっちゃアリがすごい。僕の息そんなに素敵？アリがすごい。ちょっと待って、なんでこんなアリ寄ってくる？うわ、めっちゃ、ちょっと待って、やべえな。そんなに僕の、息が素敵なのかな？めちゃくちゃアリが、なんでこんなアリ寄ってくんの？やばくない？やべえな、ちょっと。すごい。僕のマスクにアリがめちゃくちゃ寄ってくる。なんで？そんなに口臭素敵なのかな？まあ、とりあえず、コンテンツビジネスっていうのを選択していただいて、環境にコミットしろって話です。じゃないと、やる環境を作らないとやれないんで。で、今回はどうすればそのやる環境を作れるのかっていうのを、まあ、商品でね、作りましたんで、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。
まあ、なんだろうな。まあ明日から2日間か。しかもね、誰でも買える金額ですからね。誰でも買える金額です。あの、もうここまで見てるからいいでしょうね。まあ990円ですからね。990円でしょ。はい。まあ一回、まあ東京ランチ1000円ぐらいするじゃないですか。まあ吉牛とかすき家とか、まあそういうところで収めたらあれですけど、なんか東京のランチ1000円ぐらいしません？だいたい1000円ぐらいしますよ。だからランチ1回ぐらい我慢してもよくないですか？いや、吉田さん、ランチより、稼ぐために必要なその環境より、僕はランチの方が大事です、みたいなね。いいでしょう。ランチ食いました。いや、ランチぐらい我慢してもいい。1日ですよ。1日のランチぐらい我慢してもいいんじゃないかなと思うんですけど。いや、それぐらいはちょっとベットしてほしいなとは思いますよね。稼ぎたいんだったら。いいんですよ。自分で環境を作れて、やる環境を作れて、ガンガンやれてるんだったら全然いいんですよ。全然いいんですよ。だってやれてるんだから問題ないじゃないですか。ただ、自分がノウハウ、あーだこーだ言って、なんだ、ブレちゃってるとか、なんだろうな、うまく稼げてない、であるならば、環境に意識してほしいなと思いますね。でもほんとね、僕もいろんなお客さん見てますよ。まあ、1万人以上は見てきてますけど、やっぱね、結果出てる人は環境にコミットしてるんで。で、なおかつ、まあ、やってますよね。まあ、やる環境に飛び込んで、なおかつ、まあ、もちろんやるって話ですよね。でも、たまにいるんですよ。で、何がいるかっていうと、やる環境にこう行くんだけど、やらないっていう、ね。やる環境に飛び込んでるけど、やらないっていう人もいるので、まあ、これはちょっと きついっすよね。やる環境だけどやらないっていう。で、やる環境でもやらないんであるならば、まあ、それは本当に稼ぎたいのかっていうのを疑うしかないですよね。自分はこれ本当に人生変えたいのかなっていう。本当に稼ぎたいのかなっていうのを一回疑った方がいいと思います。やる環境に飛び込んでもやらないんだったら、それは、すいません、自分と対話してください。本当に自己実現したいのか、いつまで自己実現したいのかっていうのを真剣に自分と向き合って自分と対話してください。で、そうすれば、そうしないと答え出てこないと思いますよ。で、本当に稼ぎたい、本当に痩せたいんだったら、ライザップ行ったらやるじゃないですか。だって痩せたいんだから。で、ライザップ行ってもね、やらないんだったら、それ本当に痩せたいんですかって話じゃないですか。金払ってね、金払ってライザップに行きます。でも、やっぱめんどくさいからライザップ行かないとかね。やっぱあの、食べたい、トレーナーからね、食事制限の、指導は来てるんだけど、やっぱ食べたいから食べたいみたいな。いや、お前は本当に痩せたいのみたいな。それは、痩せたいのかみたいな。だからそれは疑った方がいいですね。その場合は、疑うってことです。自分を。自分と対話してください。一旦保留して自分と対話して、自分がどうしたいのかっていうのをね、向き合っていただくといいと思いますね。そう。僕はもう絶対なんだろうな。いつも意識してるのはね、もう絶対サラリーマンに戻りたくない。絶対組織に入りたくないっていうね。ねえ、ビッグモーター見ました？僕ね、ビッグモーターの社長の記者会見見てね、まあ残念だなと思いましたね。いや、あれは、そういう会社になるよと。なんかもう、もはや、社長がね、俺が加害者だ、みたいな。いや、100歩譲ってですよ。本当に分かんなかったとしても、なんやろうな。確かに、なんだろう、本当に100歩譲って、ビッグモーターの社長の言い分通りで、全く知らなかったと。全く知らなかったとしても、一応社長なわけなんで、知らなかったけど、知らなかったっていうことに責任がありますと。で、言い訳もクソもなく、知らなかったっていう管理体制だったりとか、そういうところがダメだったんで、まあ、僕の責任で申し訳なかったですって、それでいいじゃないですか。なんだけど、いや、知りません。全く知りません。いや、工場長が全部やったんです、みたいな。もう全部なんか責任を、なんか、下に押し付けるみたいなね。もう下もたまったもんじゃないですよね。いや、あれ結構きついっすね。いやー、ビッグモーターきついっすよ。びっくりしましたね。あそこまで、
あそこまで、いや、100歩譲ってビッグモーターの社長が、なんやろな、あの、知らなかったとしても、知らなかったとしても、そう、知らなかったという管理体制には責任はあるわけじゃないですか。ね。だそれ、しかもその社長のケツは、あの、会社のケツは社長が拭かないといけないですから、申し訳なかったですって、今後管理体制をね、しっかりやっていきます。で、自分が知らなかったっていうことが、そもそも問題ですと、申し訳ないと。で、お客さんに本当に申し訳ないっていう、それでいいじゃないですか。なんだけど、いや、知りませんと。まあ、もはや僕、加害者ですと。で、もう、刑事告訴しますみたいなね。何みたいな。ちょっと何いや、あれ、きついよ。きつい。でもね、これが、組織ですからね。社会の闇ですから。やっぱね、組織はね、僕はね、入らない方がいいっすよ。自分で稼げるようになった方がいいと思います。いや、きついっすよ、組織は。いや、僕ね、もう、ビッグモーターで働かなくてよかったなと思いますね。だって、あれがトップでしょ?きついよ。まあ、僕はね、ちょっとね、まあ、車も好きっていうのもあるので、ビッグモーターのその社長の記者会見ちょっと見ましたけど、ちょっとあれはさすがにないっすね。さすがにきついっすよ。ないというか、あそこで働いてる人がかわいす、なんか切ないなと思いましたね。だって、あの記者会見を見て、なんすかね、あの記者会見って絶対社員も見るわけじゃないですか。スタッフもね、働いてる人たちが。で、あの記者会見を見て働いてる人たちのモチベーションどうなんねんと。もう刑事告訴するみたいなね。いや、働いてる人たちのモチベーションとか、もうなんやねんみたいな。なんもないじゃないですか。いや、あれはきついよ。見ました？ビッグモーターズの社長の記者会見。あれはちょっときついわ。働いてる人、もう悲惨ですよ。でもこれがね、まあ、社会の闇ですから。まあ、本当に僕はもう組織には入りたくない。会社という組織にも絶対入りたくないですね。っていうのがあるので、だから自分はどうしたいのかと。だから、もう組織には戻りたくない。みたいなね。自分で稼ぐっていうね。絶対自分で稼いで自由にやるっていうね。もう一点ですね。一点です。満員電車にも乗りたくない。嫌な上司と付き合いたくない。もう、組織に入りたくない。組織の駒として働きたくない。自分のために働くのはいいんだけど、自分の成長のために働くのはいいんだけど、組織のために、その駒、ビッグモーターのその社長のための売り上げ上げるために頑張りたくないですね。いや、あれはひどかったなぁ。だからね、まあ、ね、あなたが勤めてる会社がね、まあ、いい会社だったらそれはいいんですけどね。結構、まあ、闇がありますからね。やっぱ一人で稼げるようになった方が僕は本当いいと思います。だから、でも一人で稼ぐためには、一人でもやる環境を作っていかないといけないんですよ。もう一度言いますね。一人で稼いでいきたい。一人で稼いでいくんだったら、絶対にやる環境を自ら作ってやんないと、やれないですから。なんかここはね、ほんと大事なところなんで、まあ、ノウハウも大事ですけども、ノウハウがあっても、そのノウハウを実行できるやる環境がなければ、結局そのノウハウも宝の持ち腐れです。はい。ノウハウ、稼げるノウハウある。でもそのノウハウを実行していかないといけないですからね。実行していかないといけないんでしょ?買って終わりじゃないですよ。参考書買って終わりじゃないですよ。塾入って終わりじゃないですよ。コンサル入って終わりじゃないですよ。やるのはあなたですよ。やるのはあなたなんですよ。だから自ら自分でやる環境をしっかりと作っていく。そこに意識を持ってってます?どうすればやれるのか、どうすればやれる環境になるのか、それを意識を持って、日々やる環境に、こう、やる環境をこう作ってますか?作れてますか?作れてるんだったらやってますよね。まあみんな怠け者ですから、まあ僕も怠け者ですからね。いやでもね、ちょっとビッグモーターの話出たんで、もうやっぱ会社はまあ全部じゃないとは思いますよ。全部じゃないとは思いますけど、でも結構ですね、売上高すげえぜっていう宣伝もしてたし、まあ大きい中古車屋の中ではかなり大きい
会社だと思うんですよ。売上高5000億だったら、なんかね、売上高日本一みたいな、なんかそんな感じの、なんか CM 出してたような気がするんですけど。いやー、きついですね。一人がいいですよ。いや、本当に僕はもう心から、僕はお伝えしますけど、一人で稼ぐっていうのがいいです。ただし、孤独ですよ。孤独だし、いろんな責任もあるし、全責任は自分とかいろいろそれはあるんですけども、メリットの方が大きいです。メリットの方が。メリットの方が間違いなく大きいです。うん。だって、まあ、なんだろうな。なんか自分、今は僕は本当に思うんですけど、自分のために仕事するし、自分のために、自分の成長のために動画も撮るし、自分の全部意思選択でやっぱやってる部分あるんですよ。まあもちろん人間なんでめんどくさいなっていう部分はもちろんありますよ。ただ、選択でやってるので、やらされてないんですよ。ね、会社だと、やっとけとか、やらされてる。仕事振られたとか、やらされてるとか。で、そこのやらされてるとか、なんか振られたっていうね、その受動的な、そこに、意識に、成長がないんですよ。全く成長ないですよ。ダリーナーつってね。やらされたと。仕事やらされてますみたいな。そこに成長がないですよ。だから自分のやっぱ人生っていうのは自分の選択でこう、全部生きて、こう成長していくっていうのが、僕はおすすめですけどね。はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、明日から2日間限定で、990円で、商品の方をご案内させていただきますので、まあランチ1回ぐらいはね我慢していただいて、ね、それ我慢して買いましょう。うん。環境マジで大事ですから。うん。で、そのコンサル生も間違いなく環境です。本当に。環境づくりにマジで意識はあります。だから稼げてない人よりもう 100% 意識、そこ大事だよねって理解してるし、実際やってますから。で、結果出てる人ほとんどそれはもう分かってます。言わなくても。結果出てる人はそれを分かってるし、理解してるし、実践してます。これ間違いないです。言い切ります。でも結果出てない人はそこに意識は行ってないんです。意識が行ってるのは常に儲かる方法。ね。ノウハウです。これ結構大きな差ですからね。はい。なので、まあ、今回ね、環境の作り方、ぜひ、決済しましょう。2日間限定でございます。で、これが最後の動画にしようかな。どうしようかな。まあもしかしたらわかんない。最後の動画になるかもしれないし、また撮るかもわかんないですけど。はい。とりあえず明日からもうスタートなんで。はい。2日しかないですよ。で、裏メールマガ登録してない方はこの YouTube の下に裏メールマガのリンク入れておきますので登録しておいてください。では。